私たちは利益追求団体ではございません。社会貢献団体なのでございます。2023年度 E グループ解体工事部門年間着工件数7656件、年間総売上139億8320万8049円でした。ありがとうございました。今年の年間テーマは団結でした。おのおの団結を振り返り、今年度の総会に臨んでください。ただいまより2023年度 E グループ総会を開会いたします。皆様と一丸となり、世の中を発展させていければと思っております。すべての皆様と共に地域社会を巻き込んだ事業を行いたいと思います。着実に会としての基盤構築を実践してまいりました。社会に必要される企業であり続けることを目指しています。地域の皆様、社会に対して寄与できる企業となれるよう、来年度は全員で理念追求し、より飛躍する一年にしてまいりましょう。一つ次世代の先駆けとなり、若い可能性を広げよう。一つありがとうで終われる社会を作るために、人を思い人のための企業であり続けよう。一つ先進国企業としてのプライドを持ち、世界の仲間と助け合おう。全国に視野を広げ、これまで以上に愛を持って一生懸命仕事に精一杯尽力してまいります。皆様のご協力のもと達成することができました。私の強みは折れないメンタルと行動力だと思っております。初心を忘れず、日々誠実に向き合っていきます。人への優しさを忘れずに、人を思い人のためになることを最大限努力していく所存です。全員が同じクオリティで施工ができるよう努めてまいります。3つの企業理念の持続的な達成こそが、私たちが身近でできる社会貢献なのでございます。想像してみてください。若い可能性が全く開発されない未来を、ありがとうで終わらずに人が人を憎み孤立化する社会を、国際社会から取り残される我が国の未来を、自分たちの未来は自分たちの手で作るんです。いえ、あなたが作るんです。次年度のテーマは理念追求。利益を追求するのではなく、この理念を追求することで、私たちは本当の仲間となります。そこには上司や部下といった間柄を超越し、真の友情、真の仲間意識が生まれます。これからもどうか手を取り合い、一緒に歩いていこうではありませんか。1年間本当にありがとうございました。